きゅうりなんですけど、もうなんかこんな感じでね、わさわさになってきちゃってます。このプランターね、こことここ、こんな感じで2株ね、植えてるんですね。ネット張ってあるんですけど、こっちのきゅうりはこのネットを這わせて、こっちのきゅうりはこっちへダーッとね、本当に地面を這わせてみようかなと思ってたんですね。こっちのきゅうりを4本育てるということだったんですけど、プランターにね、2株植えてるっていうこともそうなんですけど、多分ね、これじゃあわさわさになりすぎちゃうと思うので、こっちの方をちょっと本数減らそうかなと思ってます。これの葉っぱのとこから、このね、枝が出てきてるんですね。これが4枚目の葉っぱで、ここへこんな感じで1本ついてます。5枚目の葉っぱの付け根からこんな感じでここも1個ついてます。なんかね、もうだんだんね、私よくわからなくなってきちゃったので、とりあえずね、本数を減らしてね、3本にしようと思います。で、結局こっちにネットが張ってあるので、こっちに向いてる枝を残そうかなと思います。これはこっち向いちゃってるし、で、これもちょっと勢いはあるんだけど、こっち向いちゃってるので、これとこれ2本をね、ちょっと減らそうかなと思います。だけど、ここについてるこれをここでカット。ここについてるこれもカット。とりあえずこんな感じで向こう向いたかなって感じです。これで分かりやすくなったかな。もう自分でも何が何だかよく分かんなくなっちゃってるんだけど、これが1枚目の葉っぱでここ取ってあって、で、これが2枚目の葉っぱでこのきゅうりが1個ついてるやつ、これをまず伸ばす。で、これ2枚目じゃんね。で、これが3枚目の葉っぱでここで取ってある。で、4枚目の葉っぱ葉っぱがこれになって、こっから伸びてるので、これね、これが2本目で、こっから伸びてるこの葉っぱの付け根を取ってあって、こっから出てる葉っぱの付け根から1本これが出てる。これを伸ばしていく。で、これで3本目。まあ、様子見ながら、ここで先を止めてあるので、これが4本目になるんだけど、ちょっと混み具合見ながらね、3本にするか4本にするか決めていきたいと思います。